堀江さん神谷さんよろしくお願いします,しします早速今回のゲストをご紹介します北海学園大学教授の古林英一さんにお越しいただきました本日よろしくお願いいたします イ林さんはですね京都大学や北海道大学北大を経まして現在は北海学園大学経済学部教授をなされているんですが専門は公営競技論をやっているということでこれ1999年からだ。 ですね、この公営競技の研究を開始して北海道地方競馬運営委員の委員や公益財団法人 JKA 表議員こちらあれですね競輪や王都、ね、そうですね競輪王都の統括団体ですね。ということですよね。でこう近所にはですねこの公営競技士これ角川新書が出てますけど、まあ、こういった、えー、と研究もされているということなんですけれどももともとこれ農業や水産経済が専門だったということなんですけどす、ね、これなぜこれ公営現場に た時にちょうど大学院生がなんか馬の調査したいっていう話になってまあそれならちょっと真面目に勉強してみようかっていうのが一つとちょうどあの中央競馬会がお金出してやってる生産費調査っていうのがありましてまあそれに混ぜてもらったっていうのがきっかけですねでそれやってるうちにまあ他の競技もちょっと見たいよねとちょうど函館でね競輪にはまってたんでもともとギャンブルが好きだったっていうことねけごと大 何でも好きですけどね。<laughs> <laughs> そのあたりの話も聞きたいんですけど、神谷さんはギャンブル賛成派反対派ギャンブルはやめといた方がいいっしょ。一緒、えー、そうなんだ。<laughs> えだってすぐお金なくなっちゃうじゃないですか。なくなるないよ。な,なくなくなる人もいる。<laughs> なくなる人もいるから。<laughs> えじゃあじゃあなんでこのギャンブルの協会とか JRA とかって儲かってるんですかって思っちゃいます。みんなお金取られてるから。えっとじゃあお金が儲かってる会社の商品は買っちゃいけないんだ。<laughs> だってそういう論理じゃん <laughs> それは <laughs> 昔ね京都府知事だった蜷川寅蔵さんがね、はい、その公営ギャンブルをまあ彼も革新系の知事だったんだけど、はいうん、資本主義社会っていうのはそもそもギャンブル的要素があるのに、はい、個人のそんな小遣いで遊ぶようなことに、うん、お上が規制するのはおかしいっつってね、うん、京都の,あの向こう町経理に残したことがあるんですよ。<laughs> うん 本当だからごく一部の,その暴走する人たちを大体みんなあげつらうんだけど、うんうん、そんなこと言ったら何でも禁止になっちゃうよ <laughs> 人間には愚行権っていうものがあって <laughs> 賛成したいなその意見は<う> <laughs> だから要は愚かなことをやる権利があるんですよ堀江さん競馬とか美事業もやってらっしゃったし昔堀江門って名前の馬もいました、ね、いやだから競馬ももともと馬券買っててそれで好きになって馬主になったんで。はい いつかは馬主と思ってたら意外と早くなれた。結構早くなってましたよね。三十代前半の。いやいや、違い違います違います。二十二十三歳で一番最初に馬主になったのは二十三歳のまあまあ早いです。いやかなり早いでしょそれ。 <laughs> あの最初地方競馬ですけどねあのもう今亡くなった高崎競馬ってところで高崎で、はい、高崎だから高崎競馬買いに行ったんですよそのあと、ね、だからもう <laughs> でよ、ね、僕それ聞きたかったんですよ,い,ですよいやいやだからもう絶対ネット配信になってネットで馬券買えるようになるから、うん、もうすでに JRA はあのパソコン通信で馬券買ってうらしてたんで僕はインターネットの商売やってたんでインターネットで馬券を買うようには絶対なるからもうここ数年でなるので動画とかが当たり前の世界になったら 動画配信してみんなあの競馬場行かずにネットで全国から買うようななんなら全世界から買うようなと思ってたんで「やめるんだって俺買いたいわ」って言って言いに行ったら僕の馬を預かってた調教師から電話かかってきて「お前余計なことやるな」って言われてあそうなんもう俺それがすごいショックでいやむしろあの時ね20年前はい れさん救世主みたいな感じじゃなかったでしたた救世主みたいな感じではあったんですそのオールドファンの方々はね。はい、ただまあ一部というかあそこでずっとやってきた調教師さんとかはお金もらって引退できるから。保証金がままあ、まあ 大した金額じゃないっすよだけど保証金が入ってもうどうせ引退するし辞めるんだから余計なことすんなんて怒られてちょっとショックを受けちゃって、うん、ああああいやあれ当時ね結構話題になって<の>私もその。うん 企画書みたいなのをちらっとね、うん、あの北海道議会の議員さんに見せるもらったことあるんですよ。はい、でまあ短い企画書やったんでどれぐらい堀江さん本気だったのか採算があったのかの今日実は本当それ一番聞きたかったんですよ逆に採算もクソももう今多分皆さんご存知でしょうけどものすすごいい市場にななってるじゃないですか実は日本ってもうオンラインギャンブリングが実はめちゃくちゃ売り上げてて今。 そそれでででめっっちゃ儲かってるんすすよ、まあ、楽天もそうです、ねうん、2007年からなんですけどまさに今堀江さんがおっしゃった通り競馬ボートレース競輪まあそうですねだからか<な>例えばサイバーエージェントがやってるウィンチケットは、うん、競輪とオートですね競輪とオー,、ね、ートですよね、はい、で JRA は独自のオンラインシステムを<然>やってますし地方競馬も地方競馬もなんかあのいろんな楽天とかと,かとか例えばやったりとかしてますよね,そうね地方はあの主催者ががあってあのスパート4、うん、多いが 中心になってるのとまあそれが今なんか公式サイトみたいになってますよね。それプラス楽天オーズパークっていうか、ねまあ、楽天オーズパークもあるし、あとそのねウィンチケットとかあとミクシーがやってるやつ。でも彼らは言ったらそのジョーは経営してないわけじゃないですか。だけどまあ高崎競馬買収したらそこまでできるんで、まあ多分ものすごい収益源ですよ。ボロ儲けです。競馬って民間が運営できるんですか。すごい。 もとも、ね、と堀江さんの頃はまだアウトだったのが法改正で法律で可能なところまでは全部包括委託っていう形でできるっていう形にはなってんだけど<う>ただ実際競輪ートはそれあるけど競馬の場合はやっぱ包括委託オズパークさんがいっぺんやったんだけど万栄競馬でやっぱり途中でやめましたねああ万英競馬そうだったんですね。 まあただ、全然オッズパークはオッズパークでそれなり利益出てますから高崎競馬をあのなんとかそまあどういう形では分からないですけど当然そのオンライン化した時に莫大な収益が出ること分かってたんでなのであのすごくあの僕はチャンスあるなと思ってて逆に北海道競馬って4条やってたのが 3, あの3条閉鎖したじゃないですか、はい。うすね、もう結局4市が4条でやってて、うん でも、これ、結果的に一つになって、正解だった気はしますね。あ、そうですか。うん、っていうのが、結局、ここ、もう一つあるのは。なんで市長さん、これ残したかって、他の三市辞めたのに、うん、なんでうちだけ残したかっていうのは、後で十年ぐらい経ってから聞いたんですけど。うん。務員とか、調教師とか、機種とか、がいるじゃないですか。うん、だ、その人らだけで、数百人、そこにおるわけですよね。はい,は,いはい、はい、はい。で、その景気の悪いも、もあの。 時期に数百人規模の雇用を守れる企業なんて誘致すんのはも至難の業だ。だからそこで人がいる。生徒もう一つ一条になることで今までだと万英競馬見たいっていう人は結構いるんですよ。うんでもそれをどこ行っていいのかわかんない。四条順番にやってるからそれが。 帯広一箇所だけになったんで観光客全部そっちへ行くんですね。はい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 、はい、結構そういうその馬券の売り上げだけではない経済効果っていうのはあの当時の市長さんは真面目に考えてたみたいですね。観光地になってんだ。あそうですよ。ここ結構ね、あの結構人いますよね。あれこれ復活ってできないですかバンエ競馬の他の。 閉鎖したところはいやもう開催権返上しちゃってますしそれとあの指定市町村でないあの競馬場のある市町村は指定市町村になれるけど、うん、もう旭川も北見も岩見沢ももう競馬場そのものをもうなくしちゃってるんで、うん、新たに。 あの認可得るっていうのは、今の制度では無理ですね。あ、そうなんですね。うん、無理なんですね。うん、まあ、ただ、あの、基本的に、あの。地方公営ギャンブルっていうのは、はい、今、もうどこもネット。で、すごく業績が伸びてきてるので。はい、どうですか、ずっと先生、ずっとやってて。この五年ぐらいって、すごくないですか。いやちょっとね。はい。ちょっとご。自分、じじいなんでね、心配性なんでね。はい、いつまで続くの。 っていうのを思いますよね、うんえー。僕逆だと思ってるんですけど。ねえ。これでもね、宝くじが横ばいで、パチンコ、あのパチスロは落ちてるじゃないですか。かその中でやっぱりこう。公営ギャンブルが伸びてるのかなっていうような。まあね、パチンコはね、パチンコは二冠とできませんからね。うん、そこへ行くと、まあ、今はもう。 ネットで家で全部できますしね。ねうん、宝くじより競馬の方が全然額大きいんですね。3.5倍、ね。まあだってそもそもやっとみんな宝くじがあの割の悪いギャンブルだったとに、ね、宝くじとスポーツくじはもうどう考えても消費者に厳しいですよね。うん、だからそれを結構みんなが多分 SNS の影響だと思うんですけど、まあ僕なんかも常に言ってるんですけど、あの宝くじっていうのはあの愚者の税金だっていう言葉があるぐらいで。うん お姉ち <laughs> 寄付みたいなも,んですわあのもう要はそう寄付だから50%控除されるんだから公営競技っていうのは20%から25%ぐらいの控除率なんで全然いいんですよ、うん、でさらにねその開催経費があんまりいらんからね、うん、宝くじってかだから本当はだからカジノの方がいいんですよ カジノっていうのは基本的に控除率が基本的にはめちゃくちゃ高いんですけどその分繰り返し繰り返しかけるんでバカラとかだったら本当に30秒で1回みたいな感じでだからあの何回も何回も回すんで例えばだからあの大王製紙の井川さんって元,元大王製紙の井川さんってあの。<laughs> 水原さんの件でクローズアップされてますけど、不謹慎な話だけどね。<laughs> <laughs> でも18億円負けたって言ってるけど、掛け金額はもう軽く兆円超えてるんで,すよでしょうね。うんはい、それともう一つあのカジノって世界的にあのハイローダーめっちゃくちゃドンと掛ける人がいるんで、はい、昔聞いたのあのあのプライベートジェットで迎えに行くっつってたね。<え>それぐらいお金出してう、ね。ああ全僕もプライベートジェットで迎えに来てもらいました。